はいどうもこんにちは、レトロ自販機を巡る旅浜さんです。本日はパート22、富山県来てます。富山県ね、北陸唯一のハンバーガーの自販機があるということなんで、ちょっと行ってみたいと思います。行ってみよう。佐賀さんがハンバーガーを入れてくださるということで、そこからちょっとね、取らせてくださるということで、来ました。販売日はもうぎっしりこうだーっとこう入れてある感じですね。はい、なるほど。トータルで50食、60食ぐらいですかね。全部それぐらいは入ると。そうですね。あの1種類ごとに大体30個ずつぐらいは入るようになってるみたいでして、はい、で、まあ、あんまり入れすぎるとちょっとうまいこと落ちてこなくなったりとかするので、その辺は微調整するんですけどもね。なるほどですね。じゃあもうハンバーガーの、あの販売日はずっともう常駐されて、なくなったら追加、なくなったら追加みたいな感じで、そうですね、あとはまあたまにそのハンバーガーの中で詰まってしまって出てこなくなったら、あとはまあやっぱり両替が必要になったりするんですね、検査とも500円とかも入らないということで、まあそこら辺があるもんですから、もうかなと横にいまして、なるほどですね、対応するというような感じでやっております。なるほどですね。ちなみにあの一番人気はどれになりますか？はい、一番の人気はこうチーズバーガー。チーズ、はい、あのチーズとカレーとベーコンのこの3種類があるわけですね。はい、そうですね。ちょっと今日は1個ずつ買っていきたいと思います。はい、はい、100円10枚でよろしかったですかね。あ、そうですね、はい、それでお願いします。はい、うん、何やらなんかすごい両替機ですね。これ昔路面電車についてた両替機なんです。運転手さんが手動でやるタイプ。ちょっと取らしてもらっていいですか？はい、路面電車についてた両替機、はい、でここのレバーに、はい、金額が書いてありまして、書いてますね、うん、例えば100円のところやりましたら50円玉と10円玉5枚が出てくるとか、うん、で、まあ、500円のところだと100円5枚が出てくるというような仕組み、うん、運転手さんが運転台の横に置いてて、で、運賃支払いするときに、お客さんから受け取って、それで両替をして、はい、支払いに使うというような感じですね。昭和に使われてたもん。そうですね、昭和レトロですね。まずチーズバーガーから買っていきましょう。このウルトラマン的なやつ光ってますね。これは大体どのぐらいで出来上がる？大体60秒ぐらい。これ今冷たい状態から温めてる感じ。そうですか。中に冷蔵庫ついてて、まあ、冷蔵庫から落ちてきたものが今電子レンジに入って、はい、温めて出てくるという形になりますね。あまりこう音的なものは何もしません。そうですね、うん、まあ、この間うちまでちょっと電子レンジ調子悪かったんですけど、はい、無事に修理ができました。その修理はまあ、そこら辺の知識のある人ですとかに協力いただいて、あ、出てきましたね。よし、いいよ。あ、めちゃめちゃ可愛いパッケージですね、これ。チーズバーガー出てきました。ベーコン。来たかったですけどね、やっとこれだっていう感じなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。
よし、来ました、出てきました。うわ、熱々、本当熱々に温まってますね。このベーコン。カレーバーガー。これ自体は、どっか別のところに、そうですね。富山県でちょうど富山市から金沢まで、はい、石川の金沢までを通ってる国道があるんですけど、はい、その途中のドライブインありまして、はい、で北陸で唯一のレトロ自販機っていうのでだいぶ有名だったんですけど、はい、そこが2018年で閉店してまして、うん、でその時に受け継いでいただいて、その方が持ってきて管理させてます。運賃とかも20分ほどかかるとは思うんですけど、そういったのはもうちらっとこうネットというかあれで見たクラウドファンディングとかそういうので、まあ、そうですね、はい、まあ仕事自体はクラウドファンディングでやって、うん、その持ってくるのは持ってる自己負担で、うわー、そうなんですね、はい、やったんですけど、ね、まあ、じゃあもうその前の2018年のところにあった時点ではもう非稼働の状態だった、そうですね、その時にはもう冷蔵庫が壊れてるという話だったんで、で、まあクラウドファンディング時にその冷却装置を、ね、新しくつけるっていうところと、あとはそのついでに、まあ、結構いろいろご支援たくさんいただいたものですから、あの注文ボタンの部分ですね、はい、今ちょうどここの部分だけ若干材質違うと思うんですけど、そうですよね、透明度が高いというか、前のそのドライブに置いてあった時に、うん、お客さんがここ叩き壊してしまったっていうのがあったんですよ。ここだけ歯抜けになってたんですね、うん、っていうのを、うん、有志の方に 3D プリンターで起こしていただいて、まあ、復旧をさせたと。あとは、まあ、その注文ボタンも先ほど全部ランプついてたと思うんですけども、うん、はい、これ玉切れを起こしてまして、でそれの交換もそのクラウドファンディングのご支援でできましたというところですね。いや、これすごいですね、見事にじゃあ、はい、治りきった感じですね。そうですね、なんか出っ張り具合も大差ないというかすごいですね、これ、はい、綺麗に作っていただきました。綺麗にですよね、された方すごいですね、はい、お話ししてたらちょっとカレーバーガー忘れ去られてますけどもですねちょっといただきます。よし、カレーバーガー、ほんとこのあれがかわいい、おしゃれですね、これ、このカレーのマークとかチーズのマークっていうのは、うん、作っていただいているパン屋さん の、はい、方がですね、はい、消しゴムのスタンプっていうのが趣味でして、あ、で、まあ、文字だけだと味気ないからっていうのを作っていただいたものです、ね、へえ、ちょっと待ってください、チーズもですか、これチーズもベーコンも、はい、チーズもベーコンもですね、あら、消しゴムのスタンプでカレーチーズベーコン、いや、かわいいですね、めちゃくちゃ。え、糸も簡単にできるものや、このチーズなんかすごい難しそうですけどね、消しゴムで作る、まあ、だいぶ苦労なさってると思います。ですよね、かわいい。よし、じゃあいただいていきましょう。はい、はい、では、一つ取っていただいてですね、はい、続きはこちらでやります。あ、了解です。はい、どちらでやるか、はい、背抜きはもうじゃあここへ常備、そうです、置いてある。はい、おお、早速一番人気のチーズからいただいていきたいと思います。この中のペーパーもなんか可愛いですね、すごい。うわー、パンもふかふかですよ。うわー、パン柔らかい。じゃん、チーズバーガー、いただきます。うん、うん、絶品。あ、めちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。パンもね、硬くなってなくって、温まり方も均一でね、すっごい美味しいです、本当に。これはびっくり、チーズ濃厚ですね。これ、ね、美味しいよって書いてあるんですけどね、本当ですよ。これは自動販売機からちょっと出てくるレベルを超越してますね。またね、このコーラとハンバーガーっていうのがたまりませんよね。
ここはね、みんなが自由に使っていい空間みたいなんですよ。勝手屋さんって言うんですけど、勝手にね、利用していいっていうスペースなんですよ。ごちそうさまです。これね、食ってみな飛ぶぞって書いてますけどね、確かに飛びましたね。来た方がね、いろいろ記入して帰るノートですね。さっきね、割れてた部分が治ったっていうことだったんですけどね、早くそういった割れてた部分の完全復活を願う声も書かれてますね。やっと来れましたっていう方多いですね。浜さんもね、ちょっとこれ書いていきたいと思います。わあ、すごい上手、絵がめちゃくちゃ絵がうまいですね。すごい、これもめちゃくちゃ絵がうまい。うわ、みんなめちゃくちゃうまいですよ、ほんと。うわうわ、これなんかもうすげえですね、ほんとに。あ、この桜井バーガーの看板なんかめちゃくちゃ可愛いですね、これ。よし、今ノートを書いてました。これみんなすごいですね、この絵が。そうですね、ええ、こう、まあ、自分が結構イラスト描きだったりするので、ね、あ、そうなんですか。はあ、なんかついでに一筆っていうね感じで書いてくださる人もいて、はい、自分ももうビャってちょっと汚い字ですけど書いて帰りました。はい、一瞬で食べちゃいましたけど。むちゃくちゃ美味しいですね、おせち抜きに。はい、もうさすがあのパン屋さんのバーガーだけあるというか。そうですね、はい、これを目当てに、それこそレトロ自販機目当ての方もいらっしゃるんですけども、はい、このハンバーガーが食べたくてっていう、まあ、このパン屋さんのファンの方っていうんですかね、はい、いう方も結構いらっしゃるもんですから。でしょうね、これ絶対そうですよ、はい、あのチーズがまあ一番人気っていうことだったですけど、ほんと全種類食べるの楽しみですもんね、これ本当に。はい、あのこの地域ならではのバーガーっていうのが良かったのかもしれないですね。その他のところでどこでも食べれたら一緒ですもんね。そのね、うん、まあ、そうですね。あの自分なんかもそのうどんの自販機ですか、レトロ自販機をよくメインで回ってるんですけど、やっぱそれぞれ味が違うのがいいんだと思うんですよね。はい、だからやっぱりこのバーガーもあのここに来ないと食べれないというのがもうまだもうたまりませんね。はい、やっぱりこれをお目当てに結構県外からも、うん、あの来てくださったりですとかありますんでね、はい、うん、まあ、これからもちょっとパン屋さんにお願いしながら新しい味を考えたりですとか、そうですね、こうバージョンアップしたりとかしていきたいですね。そうですよね、これもうあの常時いつ来ても買える状態がもう一番最高ですね。そうですね、まあ、できればそういうところも目指していきたいところですし。ですよね、はい、こういうあの消えかけてる自販機っていうんですか、それをもう復活させてくれた神様みたいな方なんで、はい、あの本当ありがとうございます。札もそこへ収納。そうですね。おお。はい。はい。ありがとうございます。はい。まあタオル地で使い心地も良くてですね。はい。めちゃめちゃこれ可愛いですね。ちょっとハンカチと缶バッチ。こうグッと下げるやつ。はい。来た。お、結構コンパクトな感じですね。箱はご返却くださいということです。ちょっと早速開けていきましょう。お、なんか袋に入れられとんですね。じゃあちょっと箱を返却しておきます。はい、出ます。本当だ、あ、結構ふかふかですね。分厚いですね、結構。へー、やった。結構水分で吸ってくれます。これほんまそうですね、はい、薄っぺらい感じじゃなく。やった、桜井バーガーさんのタオルハンカチゲットしました。これせっかくならちょっとこれ出したいですよね。あ、この上の蜜はチーズ、あ、カレー、あ、チーズバーガーのこれ出したいな。いやー、下で、はい、この箱は返却してくださいですよ。来た。あ、かわいいのが出ました。かわいいのが、かわいいのが出ましたよ。これも全種類揃えたくなりますね。さ、これ桜井バーガーさんの
全部でね、これ7種類ありますのでね、ちょっとまた今度食べに来た時にはもう一回缶バッジ買いたいと思いますけどね。ワークショップから奥の方が映画が見れたりとかするっていうことで、すごいですね。こういうスペースは本当ありそうでなさそうなスペースですからね。よし、今日本当忙しいのにですね、都合つけていただきまして、はい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、正直もう失礼な言い方かもしれないですけど、こんなに美味しいと思って来てなかったんでびっくりしました。本当にびっくりしました。良かったです。はい、本当にこの自販機のね、ハンバーガーの自販機の命を救ってくださった方みたいな感じなんで、本当もうぜひ握手させてください。はい。もうありがとうございます。よくぞ、ここへバーガーを持ってきてくださいました。本当に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい。動画見ていただいた方にはここを確認して来ていただけたらっていうので、そうですね、これで日にちを確認と、そうですね、いうことですね、はい、ハンバーガーの販売日の確認はツイッターかインスタグラムで見てですね、日にちいつなら販売してますっていうのも分かりますので、これ必ずチェックしてお伺いするようにしてくださいと。ね、このタオル、デザインタオルね、この絵がね、ここと一緒なんですよね。こことこれタオルが売られてます、これね。でね、タオルと迷ったんですけど、このキーホルダー、桜井バーガーって書かれたキーホルダーがね残り1個らしいので、これもねゲットして帰ってきましょう。このバーガーと迷いますけれど、こっちで行きましょう。この色紙は、はい、その来てくださった方のプレゼントですね。あ、なるほど。で、ここの絵は私が描きました、はい、かわいい。バーガーの横にも書いてますよね。そうですね、マスコットキャラ作ろうって話になって、せっかくならね、はい、やったんですけどもね、今ちょうどグッズ買っていただいた方にシールセットおまけで作ってますんで、ね、嬉しいです。はい、ぜひお持ちください。じゃあもう遠慮なくいただきます、はい、よっしゃー、ゲットした。あそこを市役所へ止めさせていただいて、他の方も駐車場はあそこっていう形でご案内しておけばいいですね、はいはい、役場からそこの裏手の道歩いたらすぐですから、うん、本当にありがとうございます、はいはい、またぜひ来させていただきますので、はい、よろしくお願いします。お気をつけて。はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、勝手屋さんね行ってきました。すごい居心地のね、いい空間で、バーガーもね、ほんとこんなに美味しいと思わなかったですね。また店主のね、佐賀さんの人柄も良くって、すごくよく対応していただきまして、感謝しかないですね。レトロ自販機を巡る旅も、これから長野へね、向かっていきたいと思いますので、行ってみましょう。レッツゴー!桜井バーガーのグッズ。タオルをね、買って、見て、これびっくりしましたね。結構分厚い。バーガー。ディリーン。はい、最高。家で食べても最高です。乾杯。もう本当にね、もう冗談抜きにこれ今カレー食べてるんですけど、お店ではね、チーズを食べて、カレーもね、カレーの味が強すぎずにね、ほんと絶品、マジで。パン屋さん、佐賀さん、本当にありがとうございます。またねー。